マシュー・ヨストは、フランス出身の男性フィギュアスケートアイスダンス選手。2008年カール・シェーファーメモリアル優勝。パートナーは、ペルネル・キャロンなど。8歳頃にスケートを、始め、1997年より、ロクサーヌ・ペテタントカップルを結成。1997から1998シーズンより、ISU ジュニアグランプリに出場。 シニア転校後の ISU グランプリシリーズに出場し、2003年世界選手権にも出場を果たすが、表彰台に上ることはなく2005年に解散した。2005から2006シーズンにより、ライバルチームの選手であった、ペルネル・キャロンとカップルを結成し、シニアクラスの ISU グランプリシリーズに出場を果たした。翌2006から2007シーズン、2007年、 東京ユニバーシアード競技大会で3位となり、2007年、欧州選手権では9位となる。2007から2008シーズンのスケートカナダで、ISU グランプリシリーズで初の表彰台となる3位、エリック・ボン・パール杯では5位となる。2度目の出場となった2008年欧州選手権では、自己最高得点をマークしたものの9位に終わった。2008から2009年シーズン、 カール・シェイファー・メモリアルで国際大会初優勝。キャロンとでは世界選手権にも初出場し9位に入ったもののシーズン終了後にカップルを解消した。2009から2010年シーズンにはオリガオルロワとのカップルを結成した。ありがとうございます。